ちゃ、こんにちは。さあ豊さん、はい、まあ日本ハムと中日が、まあ、最近で言うと2対2のトレードしました、はい、で日本ハムに山本投手と郡司捕手が入ってきました。さあもう新庄監督はコメントでも非常に楽しみにしていると、もうなんならセットで最初使おうかな、完封しちゃうかもよって話もしてましたが、うまいよなそこら辺はな、はい、まあ、そこからこうなんかそういうのってやっぱ選手って絶対見るからね、 見ますよ、あこんなに楽しみにしてくれてるんだとかね、はい、まあそういうことはあるよね。そうですよね、うん、まあ、例えば江越選手なんかもやっぱり新庄監督の下で今すごく輝いてますし、もうね、はい、調子に乗ってるかみたいなそんな感じだもん。いやすごいですよ、だいたいがバットに当たらなかった選手だから、それがですね、ボールに、はい、うん、だけどそういえばホームラン打っちゃったりとかするんだからな、はい、だからまあその持ってる能力を引き出すという意味では、うん、まあ、新庄監督はうまいんだろうね。そうですよね、うん、やっぱりその野村再生工場っていうのはね、ちょっと前は言われてましたけれども、はい、今や新庄再生工場というふうにも言われるようになってきましたが、うん、じゃあ、はい、この2選手は再生工場うまく機能するのかというのを豊さんに語っていただきたいんですが、あそうだね、はい、まずは山本投手、あ山本はもうそのまま使えるよ、うん、今シーズンも一軍で出てましたし、はいはい、やってましたし、その中継ぎで使うってことですか。あもちろん、ね、うんうん、まあでも分かんないよ、先発使うかもからない、先発の適性があると思えば、はい、あいつは立山がしっかりしてるな、あピッチングコーチ、はい、で立山はやっぱしっかりしてるし、はい、やっぱり危機管理能力がすごいという、だからもうすぐピッチャーのところ行ってちゃんとした指示を与えてるし、はい、だから繊細だよねすごくね立山、うん、で、まあ、山本に関して言えば昔今に中日にいる谷本っていうピッチャーがいるんだ、はい、ちっちゃい167センチとかのかな、うん、だからまあそれとはやっぱこう同類だよね、うんうんうん、結構似てるというか、でその昔武田久志っていう抑えがいたんだけど、はい、まあ、そういうタイプなんだよ、タイプ的にはね、まあ、真っ直ぐの力はあるしさ、うん、ただ角度がないんだよね、うん、はい、だからそこら辺でどういう組み立てをしていったりだとか、うん、するのかって、うん、で立山はやっぱメジャーも経験してるし、その組み立てという意味では、うん、多分フォーシームをうまく使わせると思う、うん、これはなどういうことかというと、やっぱり低い位置から高めに投げさせて空振りを取れるようなそういうピッチングを教えると、で割と日本ハムっていうのは高めでね、はい、勝負する時があるから、うん、だからそういうことをこうやっていくと変わってくるのかなという感じはするけどね。今の日本ハムのピッチャー陣の中で、うん、山本投手みたいなタイプのピッチャーっていうのはあまりいないですか？似てるような感じは。いる。あ、いますか？いっぱいいる。いっぱいいる。いやだけどやっぱ力あるよ山本って、うん、キレがあるし、はい、という意味ではそこそこ俺は活躍を期待してるんだけど、まあ速球派ではなく技巧派っていう感じじゃないね。でもない、うん、まあまあ確かに変化球もいろいろ投げるけど、はい、うん、まずは彼はやっぱまっすぐだよね、キレ、うん、そこを持ってるピッチャーだから楽しみだよ、はい、そうですね、もうまずそこ基本がないとさ、はい、やっぱその先行かないから、その基本を持ってる山本っていうピッチャーはそこそこ俺は活躍してくれるというふうには思うけど、ね、かなりもう ほぼ即戦力ですよね。もちろんもちろん、だ中日はいらなかったというか、ま、日本ハムが欲しかったっていうところなんですか、ね、いや中日が欲しい、宇佐美がキャッチャーがどうしても欲しかったからさ、はい、で山本っていうじゃあどうぞみたいなっていうのもあったの、可能性はあるよね。そうですよね。いや山本は俺は使えると思う、全然使える、まあ、今日本ハム4位ですけど、どんどん上と差を詰めてはきてるので、うん、そのね差を詰める中での一つのピースというかになってくれる、なってくれればいいと思ってるんじゃないの。そうですよね。さあもう一選手、郡司捕手ですけれども、うん、はい、まずやっぱりバッティングを期待されてるキャッチャーだったんだよね、はい、それが全く打てないというさ、うん、だから、まあ、そこら辺で自分のリズムで野球ができないというかね、はい、で慶応の時なんかよく打ったりだとかもしたんだけど、うん、
まあ、プロに入ってからバッティングを期待されて入ったはいいけど、あまりその力を発揮できてないという。ただもともと力があるバッターだから、まあ捕手としてもやっぱ打ってくれれば、まあ能力が高いかも、高いっていう評価にはなるんだろうけど、やっぱ打たないし、やっぱ送球という意味から考えると少し物足りなさがあるから、だからここら辺をやっぱコンバートして右打者として使うのか、まあ本当にキャッチャーとしてやらすのかっていうのはまだちょっとわからないけども、まあ新庄監督の話を聞くとやっぱ完封しちゃおうかなっていうのは、やっぱ軍事がこうマスクかぶらせようとじゃしてるよね、だからまあここら辺で、チームの雰囲気だとかいろいろ変わってどういう能力を出してくれるかね。そうですね、まあ、それは楽しみだよね。まあ、宇佐美選手を出してこの郡司選手を取ったわけなので、そうですよね、やっぱキャッチャーでっていうことになりますよね。もちろんです。そうです。で今その日本ハムの一番手のキャッチャーっていうと伏見選手、マルチネス、まあそうだね、この2名がいる中で、まあ、郡司選手だったりもう割って入っていかなきゃいけないってなると、清水もいる。あ、そうですね、清水、まあ、ファームで落ちたけどね。あとその早急にやっぱりちょっと難があるっていうふうにも言われてますけれども、はい、そのあたり日本ハムっていうのはやっぱり盗塁を刺すとかいろんな攻撃もしてくると思うので、どうなんですかね、まあ、マルティネスがマスクをかぶった時は走らない、まあ足を盛んに使おうとするよね、相手はね、だから軍事の時もそうなってくると、やっぱこう清水っていうのがね、やっぱ上がってくるだろうし、だからここら辺はやっぱこう打たなきゃダメだと思うよ、軍事は。そうですね、で一時期はそのコンバート中日でしてキャッチャーから、まあ、外野手だったりっていうふうにもなってましたけど、で豊さんもさっきおっしゃってたように、もしキャッチャーであれだったらそっちの可能性もあるっていうことですね。まあ確かにあるよね、まあ、ただその打てるといろいろ用途は広がってくるというかね、マルティネスもキャッチャーやらないときはファーストやったりだとか、まああのバッティングだからね、でもそういうふうに言われるように、軍事も、やっぱこうキャッチャーやらないときはあのバッティングだからなみたいな、まあそういうふうな期待感は持ってんじゃないの、バッティングという、だからもう送球とかなんとかっていうよりもやっぱバッティングだよね、そうですね、軍事に対してはね、そこら辺は新庄監督がどういうふうに言葉とかこうまい具合に乗せていくのかっていう、あの江越がホームラン打つからねそうなんですよ、いやだから本当に期待はしたいとは思うけどもね、ただ日本ハムも層が厚くないかっていうと割と出てきているからね、だからそんなに、まあ、山本の場合は多分リリーフのメンバーには入れるぐらいのポテンシャルはあるけども、郡司はやっぱ相当頑張らないと、やっぱメンバーには入ってこれないということだよ、まあ、新庄監督がいいことを言ってくれて、おそらく新庄監督は試すとは思うけどね、まあ、取った以上はね、だから、まあ、その時がチャンスだからさ、そうですね、その時にどういう結果をもたらすのか、まあ、そこら辺はちょっと見とかないとな。そうですよね、まあ、応援はしてるけどさ、まあ、相当ハードルは厳しいと。山本は、まあ、中には入れると。そうなんです、まあね、二選手新しい地北海道で、ぜひちょっとね頑張って中日のファンも、あ、行ってよかったねっていうふうに思ってもらえるように。ああ、山本なんか目を晴らしてな、はい、別れを惜しんだっていう、あなあ、やっぱりこう育ったとこってなあ、ね、そうなるしね、なるけども、本当に日本ハムも本当にいいチームだから、はい、で周りも明るい選手が多いし、温かい選手も多いから、本当にすんなり入れると思う。あとね、ピッチャーで言えば宮西、宮西さんって言っといたら、あいつは面倒見もいいから絶対大丈夫まずは宮西投手にお伺い。ああ、まあそうそう、超ベテラン、はい、ね、超ベテランだけど、もう自分のことで今一生懸命なんだけどさ、宮さんよろしくお願いしますって言ったら、おーって多分面倒見てくれる、あの子は。あ、優しい。なんか一瞬怖面かなと思ったんですけど、いや人がいいから、あの子は。じゃあまず山本投手、まずは宮西投手、そうそうそう、挨拶行けと、はい、ね、はい。